あのさ、いや、そのさ、本当にここに、ここ無人島だけど、見つけた時は持ち合わせがなかったからダメだった。ロウケイのおかげ感謝する。アルテと知り合ったのは3日前。僕は父さんから譲り受けた船でいつものように漁に出かけた。けどその日は急に天候が変わり嵐となった。荒れる波にさらわれ、死に飲み込まれそうになっていたところをアルテに助けられた。嵐をものともしない人魚の泳ぎで僕を船まで運び、水の神に祈りを捧げて波を収めてみせた。嵐が止んだ後はアルテは僕を船ごと人が住む島まで運んでくれた。ありがとう。君はアルテ。アルテ、僕はロウケイ。本当にありがとう。あのままじゃ死ぬところだった。僕にできることならどんなお礼でもする。何か必要。銀貨10枚。はい。それ一体何に？ある場所で使う。ある場所？ロウケイも行こう。3日後の土曜の日ここに来て。土曜？わかった。僕だって世界のこと全てを知っているわけじゃないけれど、人魚が人間のように金で買い物をするなんて話は聞いたことがなかった。人魚に限らず、人の姿に近くとも魔物と呼ばれるような種族は普通金貨や銀貨といったものを価値あるものと考えない。食べられないし武器になるわけでもない。装身具として使うなら石や花、鱗や牙の方が美しい。彼らにとっては人間やエルフ、ドワーフといった人々がそれをありがたがる意味が理解できない。だけどアルテは違った。彼女の故郷南の海の人魚たちは青の神を信仰していて、同じく青の神を信仰する人間たちとも交流があったためお金の価値を知っていた。でも彼女が神官の修行で訪れたこの北の海では、人魚たちは青の神を奉じず人間と関わろうとしない。そのためお金を持っていても使い道はないらしい。けれど、それでこの島のどこに？この先の森の中にある。そうなんだ。でも問題ない。青の神に祈れば竜の足が手に入る。翼とかはまだ無理だけど。すごいね。行こう。遅くなると人が多くなる。着いた。こんなところに扉？行く。あ、いらっしゃいませ。ここは？いらっしゃい。
おや、久しぶりですね、アルテさん。久しぶり。注文いい？はい、大丈夫ですよ。そちらさんの分はどうしましょう？デミグラスハンバーグ、ライスで2人分。はいよ、少々お待ちください。さ、座ろう。どうぞ、好きな席に。ここは？ここは異世界食堂。7日に一度だけ来られる。7日に一度だけ？そして、ハンバーグが食べられる場所。お待たせいたしました。デミグラスハンバーグをお持ちいたしました。ごゆっくりどうぞ。獣の肉か。これおいしい。食べればわかるはず。うん、ありがとう。それじゃあ、結構柔らかいんだね。これはご飯が欲しくなる。これはすごい。卵の黄身も合わせるといい。本当だ。卵が加わるともっと美味しいや。もっと食べたいな。はい。いかがなさいましたか？ハンバーグおかわり、2人前お願いします。かしこまりました。少々お待ちください。お済みのお皿、お下げしますね。お願いします。どうしたの？銀貨、1枚しか持ってこなかった。ああ、そうなんだ。大丈夫。今日は僕が出すよ。いいの？もちろん。こんないいところに連れてきてもらったんだし。アルテが銀貨を欲しがったのは、あの店に行くためだったんだね。あのさ。また今度、僕と一緒に行かないか？じゃあまた次の土曜の日に。また次の土曜の日に。ここで会ってるんだよね。よし。ごめんください。口入れ屋さんの紹介でお伺いしました。もしダメでも食堂でのお仕事で少しだけ余裕もあるし。それじゃ30分休憩な。はい。
だか幸せだな。あなただったのね。よかった。じゃあお願いするわ。仕事は掃除や洗濯とか家の管理。はい。それと私は出かけることが多いから、その時の留守もお願いね。はい。日当はどうか8枚。小さいけど部屋もあるから、そこに住んでもいいわよ。本当ですか？もちろん。今度キッチンをお借りして、マスターに教えてもらったジャガバター作ってみようかな。食べてもいいよね。ちょっと減ってきちゃったけど。ああ、休憩室のクッキーは好きに食べていいぞ。え？うちの上にフライングパピーって洋菓子屋があってな、そこの試食用だ。うちの上？ま、遠慮なく食ってくれ。そう、マスター言ってたし、どれにしようかな。よし、これと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 これ。やっぱりお菓子って果物よりずっと美味しい。すぐなくなっちゃうな。でもこれだけあるんだし、もう何枚かくらいなら。あ、ダメダメ、一度に5枚まで。仕事戻ろ。ありがとうございました。いただきます。おう、お召し上がれ。慣れませんよね、あれ。ああ。それにちゃんとお客様の注文を受けたかわからない時もありますし。わかった。注文や業務のことは二人に伝える。そうしてくれると助かります。うん。ああ、そうだ、アレッタさん、今日の給料だ。ありがとうございます。それと就職祝いな。ん？あの就職祝いって何ですか？お前さん朝言ってたろ、うち以外の仕事もちゃんとしたの見つかったって。はい、それはそうですけど。ああそうか、こっちではな、めでたいことがあると贈り物をすることがあるんだ。そうなんですか。ありがとうございます。ってこれ？休憩室の食うときは遠慮してるみたいだからな。クッキー嫌いってわけじゃないんだろう？あ、はい、それはそうですけど、これってかなり高いんじゃ。ああ、まあ高いかな。基本的に贈り物にするやつだし、でも従業員価格で買えるから。本当にいただいちゃってもいいんですか？あ、もちろん。言ったろ、就職祝いだって。遠慮せず食ってくれ。ありがとうございます。これ大事にしま…あ、食べますね。ほう、あまり大事にされても困るけどな。一度開けたらだいたい半月くらいしか持たないから。それとそこの方に入ってるシリカゲル。シリカゲル？ああ、透明の粒は食えないから気をつけろよ。え、わかりました。もうこれだけか。明日まで取っておこう。サラ様の家に着きました、シアお嬢様。そう、ありがとう。行ってくるわね。しばらくしたら迎えに来てちょうだい。はい、行ってらっしゃいませ。さてと、姉さん元気にしてると良いのだけど。はーい。姉さん、申し訳ありません。サラ様は今出かけております。あなたは？シア様ですよね。え？はじめまして、
私はサラ様にこの家の家政婦として雇っていただいているアレッタと言います。とりあえず中で待たせてもらってもいいかしら。あ、はい、どうぞどうぞ。それじゃあお茶をお持ちしますね。姉さんったら、いつの間に魔族の娘なんて雇ったのかしら。シア様にとって5つ上のサラ様はゴールド家に代々伝わるウィリアムの呪いに侵されています。ウィリアムの呪い、それは冒険への憧れという熱病で、代々ゴールド家の何人かはこの厄介な熱病に取り憑かれます。大商会の一族という地位を捨ててトレジャーハンターや冒険者になってしまうのです。そして最終的にはほぼ確実に命を落とすことに。シア様にとってウィリアムの呪いは一言ではないのです。姉であるサラ様がウィリアムの呪いに侵されてしまったのですから。シア様はサラ様が王都に戻っているときはこうして家を訪ね、無事かどうか無茶をしていないか確認をするのです。お待たせしました。これは焼き菓子かしら。はい、クッキーと言いまして、ちょっと特別なお菓子なんですよ。お茶の方はハック茶です。そう、ありがとう、いただくわ。この辛くて爽やかな風味自体は嫌いではないけど、やはり甘みがないと。お菓子というなら甘いのかしら。全部違う種類みたいね。かなり凝った作りだわ。で、肝心の味はっと。これ、とんでもない出来だわ。もしかして全部そうなの？こっちは本当に焼けているのかしら。ずいぶん色が淡いけど。それと、この焦げ茶色のは？何これ？サクサクとした生地の中に入ったしっとりとした甘い中身、相性がすごくいい。これやっぱりすごいお菓子だわ。美味しかったわ。よかったです。あなた、これどこで手に入れたの？それとも姉さんが買ってきたの？それは、その…言えない理由があるのね。じゃあ質問を変えるわ。お、これ、もう一度手に入れることはできる？多分できます。でも、ものすごく高いと思います。そうなの？これくらいの綺麗な金属の箱いっぱいに、いろんなクッキーが入ってましたし。ちょっとその箱見せて。はい、待っててください。なるほど。これなら確かに高いでしょうね。中のクッキーは、そのさっきお出しした分が最後だったんですけど。よし。え？手に入れられる時でいいわ。これと同じものを買ってきてもらえる？これ、金貨じゃ？そうよ。お小遣い1ヶ月分だからなくさないでね。さすがに金貨1枚はしないと思うけど、私の見立てでは、箱一つ分で銀貨40枚か50枚くらいになるはず。だから、一応これを渡しておくわ。お釣りは後で返してもらうけど、お礼はそれとは別に用意するから、安心して。本当に頼むわよ。は、はい。あら、シアじゃない。どうしたの？うちの使用人の手なんか握ったりして。飛
扉の先に続く世界は気まぐれで、そして優しい出会いをくれる。何度でも歩き出す。そのために食べてみようかしら。